はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。ついに FFB6 周年始まりました。皆さん楽しんでいきましょう。6周年第一発目の動画はこちら、 FFB6 周年記念 NV ユニットセレクト召喚、優先すべきトップ5ご紹介していきたいと思います。いやー、めっちゃありがたいね、これ。ただね、アバティファ、エアリス、セフィロスで、ユーナ、アーロンとか、まあ、その辺のね、固有ビジョンを持ってるキャラクターは対象外と、タイバスもそうだね。いやー、まあそうだろうとは思っていたけども、ちょっとね、入れてほしいよね。6周年だもんね、せっかくの周年ぐらいいいじゃんねと思いましたけども、まあこのね、もらえる中でトップ5ご紹介していきたいと思います。結構いいキャラクター揃ってるよね。で、まず第5位はこちら、5周年のキャラクターたちの中からどれか1体っていう感じかなと思います。もう早速ね、5体じゃないんだけど、申し訳ないけど、5周年のキャラクターの中からどれか1体っていう感じ。まあこの中でもフィナソルはね、一番優先度としては低い。まあなぜなら、帝王霊源がね、悪魔キラー160味方全体に負けるから、そっち回した方がいいから、ちょっと優先度はもう一番下かな。で、その他の3人で言うと、いや、これはね、やっぱ結構いいよね。それぞれキラーを 150% ずつキラー付与できるから、めちゃくちゃ輝く時がある。アクオメは人、レイフィーは獣、ラーゲンはドラゴン。特にラーゲンなんかは、今回の、ビジョンズワールドじゃねえわ、ダークビジョンズのラストステージにぶっ刺さるキャラクターだから、もし持ってなくてスコア伸ばしたいよって方は取ってもいいかなと思いました。続いて第4位。第4位はこちら、フィナデジ。もうね、2020年の夏に実装されたキャラクターなんだけど、まだまだ現役というか、魔法壁トップの性能を誇っているキャラクターなので、もしまだ持ってないよって方は交換してもいいんじゃないかなと思いました。でもね、もらえるのが1体だけだから、かけらがなければ BS できないっていうところがちょっと痛いところかなと思いました。続いて第、3位ご紹介していきましょう。第3位はこちら、上昇将軍セリス。いや、セリスもね、いいよね。特に最近要求が多い魔風剣、魔法の効果を無効にするアビリティね。これが要求されるクエストが結構増えてきた。ダークビジョンズなんかでもほぼ必要になってきてるから、もうやっぱセリスいいよね。で、セリスがいいところは魔風剣使えるのと、氷属性専用のバッファーになれること。倍率もいいし、めちゃくちゃ重宝するキャラクターかなと思います。氷属性で介護官になるキャラクターがかなりね、少ないので、セリスなんかは本当におすすめな一体かなと思います。まあ、ドラゴンと、あとはトリキラーを味方全体に 100% 負けるし、チェイングループにも参加できるキャラクターになっております。いやー、めっちゃいいな。僕はね、今回セリスを選ぶ予定になっております。続いて第2位はロカ。もうグラーフの登場、そして、マダムのスペシャルアビリティによって、まあ、今回ね、かなり重要なキャラクターの一人になったロカちゃん。ロカが要求されるのはクイック、スペシャルアビリティのクールタイム短縮。いやー、これね、めっちゃくちゃ便利だよね。いや、だからね、ロカ持ってなくてグラフ持ってるよとか、なかなかうまく立ち回れないよって人は、もうロカ本当におすすめ。めちゃくちゃ強いね。可愛いし、もう LB ムービーがとにかく一押し。好きなだけっていうね。そして第1位。もう第1位はもう圧倒的群を抜いて魂の解放者、ライトニング。もうこのキャラクターしかいない。もうね、これが配られるのは本当にデカすぎる。もうね、不滅の先行難民大歓喜だよね、これ。もうこれがもうもらえるだけでも素晴らしい。今現状、チェインの上限アップ 100% は、ライトニングのスパトラである不滅の先行しかないから、いや、これはね、まだ1個しか持ってないよとっていう方とか、未所持だよって方は、もう最優先でカイフォニングを選ぶべきだと思いました。いやー、これめっちゃ嬉しいね。いや、本当にこれはめっちゃありがたいことだと思いました。素晴らしい運営。ということで、まあ、今回トップ5ご紹介してきましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。いやー、でも僕はね、思ったんだけど、ちょっと FFB にのめり込みすぎてるなと思って、所持数見てほしいんだけど、今ね、まあ、セリスが僕唯一持ってないんだよ。もうセリスだけゼロで、あとは何体か持ってたりするんだけど、本当にセリスだけいないんだよね。もう FFB やりすぎだよねっていうか、課金しまくってガチャ回してるからなんかわかんないんだけど、セリスだけ持ってなくてそれ以外全部いるから、今回ね、僕はまあ未所持のセリスで交換していきたいなと思います。あ、待って、これかけらあったっけ。まあ、みんなに言っといて、しまったかもしれない。
まあいいか。ということで僕はセリスを交換しましたけども、カイホニングを持ってない方はぜひ今回カイホニングを優先して獲得してみてはいかがでしょうか。そして皆さんはどのキャラクター選びましたか。ぜひたくさんコメントで教えていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。